こんにちは。こんにちは。チャンネルです。今日はもう久しぶりにこうちゃんと秋山浩二さん来てもらいました。喉かきました。そうそう。あのね、GoTo なんとかで、うん、福岡来るのも、我々やっぱりデーブカンパニー、うん、結構厳しいから、うん、経済状態が。で、ホテルも申し訳ないけど、普通やっぱり元ソフトバンクの優勝監督呼ぶのには、もっといいホテルじゃなきゃいけないんだけど、駐車場もなかったって。でも、こうちゃんと久しぶりだよね、会うの。久しぶりだな。ねえ、うん、なんかちょっと照れくさい、俺。なんで散々一緒にいたのに。西武時代はね、かなりずっと一緒にいた。ずっといたね。寝る、だってさ、俺、あの、こうちゃんはね、もともとあんまり飲まなかったじゃないですか、うん、酒、うん。で、なんか、悪い後輩と付き合い出したら飲み出しちゃって、だいぶ飲むようになって、俺覚えてる。だいぶ落ち着いたからだよ。そうか。うん、それで、福岡で、ね、うん、ちょうどカラオケボックスみたいなクラブが流行り出した時、うんうん、こうちゃんと、福岡遠征の時よ、うん、こうちゃんと俺とトマちゃんで。外出禁止やったの？ってなったけど、俺はいつも外出禁止結構多かったの。で、こうちゃんと行った時、こうちゃんが寝ちゃったのよ。もうヘネシー3本も4本も飲んでんのに。で、トマちゃんにいくら持ってんの？トマちゃんって言ったら、俺1枚しかないよって。俺も2枚しかないよって。俺、こうちゃん起きるまで帰れねえなって言ったら、で、こうちゃん来てって言ったの。覚えてない？覚えてない。ひどいね。まあでも楽しかったな。楽しかった。福岡博多遠征行く。でもね、住んだらね、あんま行かなくなるんだよ、飲みには。あ、そう。あ、もうほにもほとんども行かないけどね。あ、でも前言ってたもんね、うん、こうちゃんがソフトバンクの監督やってる時も、うん、まず出ないって。まず出ないな。食事は行くけどね、うん、飲みは出ない、ま、飲みには行かないね、ほとんど、うん、もうほとんど、もう今はもうほとんど行かないね。うん、もともとでもこうちゃんってデブ症だったでしょ。だってそんな出ないじゃん。デブ症ではないけどね、うん、寮にいた頃に、うん、俺最初は怖い先輩だと思ってたから、うん、覚えてる、俺怒られたの。知らない。電話番やってて、うん、ちゃんと怒られたのは大体ね、覚えてるんだよね、みんなね。覚えてる。怒ったは覚えてない。怒った方はあんま覚えてないんだよね。多分でも怒ったら大したことないと思うけどね。いやいや、だけどあんまり喋んない人が、うん、まあ、俺いたじゃないかよって言われて。昔はね、1年生が電話当番しなきゃいけないんだな、公衆電話でな。そう、やってて、まず部屋に電話するじゃん。電話して、出ない。はい。で、そっからタイム、ブチッとお父さんがマイクつけて、秋山さん、お電話です。お電話です。秋山さん、お電話ですって言ってから5分待つっていう。うん、分かった、分かった。1年生必ずね、電話当番をね、やったんだよ。うん、で、こうちゃん5分過ぎたんで、こと付けを聞いたら、向こうがいいですって言うから、うん、分かりましたって聞いたら、うん、10分後ぐらいに来て、うん、誰っていうか、どっちって言うから、いやいや、いや、いないかなって。いたよって言ったことある。いたよ俺って。早いんじゃねえか、お前みたいな。いや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 。で、誰からって、こと付けいいって言われたんで、聞くのがルールだろ、何やってんだよって、もう連絡つかねえよとかってね、携帯ない時代だから。そうよ、公衆電話は唯一の、ね、あれだからな。そう。だから用があったらもう公衆電話しかな、うん、なかったでしょ、連絡が。連絡つかない。で、俺、こうちゃんとさ、こういう付き合いして、俺がもうプロ入って35年だから、うん、35年付き合ってるわけじゃない、うん、0歳の子が35の親父になってるわけでしょ、長さ的には。寮にいる時のこうちゃんと俺、全普通見たことがほとんどない。夕飯の時に。でも大体は仲いいところに入ってきたとかするじゃない、部屋でね。こうちゃん誰と仲良かったんですか。俺はなんとかね、最初の方同級生大津とかさ、大津って同級生がいたんだよ、はいはいはい、俺の年代はね6、7人いたんだよね、高校、うん、入ったのは、うん、で大体もう部屋にいるか、もうそいつのところにいるかだからね。だからね、そうやな、何歳違うんだっけ。こうちゃんが、俺が1年目の時5年目。あ、じゃあ最後の年だ。じゃあ寮出る1年間だけしちゃった、こうちゃん。そうだそうだ。で、俺こうちゃんを、こうちゃんが風呂入ってんの寮で一回も見ないで終わったの、1年間入ってた風呂。いや、風呂が練習終わってから入るやろ。そんな練習終わって入ってだけど、あ、でもさ、こうちゃんが俺が入った年にバリバリレギュラーでホームラン王かなんか取ったんじゃない、あの時。ほんとね、阪神と日本シリーズやった時。ホームラン王じゃなくて、多分ね40本を打った年じゃないかな、うん、40本そうね、5年目ぐらいで130試合でやってる。で、高校生はね、あんだったな、5年だったな、寮出んのがね。寮はね、そうそう、うん、高校から入ったら5年寮、大学が3年だから2年。そう決まりがあったじゃないですか、うん、狭かったな。狭いとこ、狭いがあったよね、あの寮は。こうちゃんなんか、嵐、こうちゃん下に座ることないもん。あの下には、うん、座れないもん。ベッドにしか座れない。ベッドに座ってるぐらいだろ。そうそうだ、ね、あんなアコーディオンのさ、うん、もう押し入れなんか
あんな狭いとこ入るわけないじゃんね、いろいろ。そうそうそう。テレビ置いて。ほとんどものなかったけどね。でね、床暖はあったね。あと床暖、ね。床暖はあったね。でクーラーがない。クーラーがないね。壁に扇風機が首振りがあって。ってね、で、暑い暑くて ね。でもね、疲れてね。だからもう朝方だね。窓を開けてっからね。ああ、もう、まあ、100% ね、みんな。で朝方やっと寝るぐらいだもんね。うん、で、こうちゃん、普通、寮にいて、うん、俺らその、入団した選手、入団ばっかりの若い連中と2軍の選手が道路側行くじゃない。そうだっけな。そう、ベテランというか3年4年目になってくると、あと1軍でやってる人が第2球場側になって、うん、そうこうじゃこっち側でしょ。うん、もちろん反対もいたよ。だからいや最初の頃ですよ、ね、俺が入った時、うん、5年目の時はもうこっちじゃないだってだったかな。絶対こっちなんかいないから。だけどこうちゃんが、うん、もう俺の大体俺の部屋か田辺の部屋になるわけよ、あれ1年目の部屋から抜けていくように、うん、あの抜け出していくのがいたもんな。そうそう。こうちゃん俺の部屋取ったことないんだよね。出て行ってたんですか。いや出て行ってないと思うよ、ほとんどね、うん、だけどさ、これあでもあのこうちゃんのあの頃の練習量じゃ遊んでないでしょ、だって、うん、いや遊んではいるんだよ、休みあったから、うん、でも一回休みの日にね、二軍監督にね電話でね呼び出されて練習するそれまだある。はあ、日野さん、いやいやいや、あの岡田さん、岡田さん、いい子の、うん、岡田ね、二軍監督がいて練習させたなと思って、まあまあ練習ばっかしたね。こうちゃんはだってあれ何ピッチャーやってたけど、スカウトから何て言われ、スカウト誰だったんですか、こうちゃん。木戸さんと宇田さんがメイン、宇田さんがメインで、木戸さんで宇田さんがメイン、宇田さんがメインかな。ドラフト会じゃん、うん、あれ なんすかでもね12球団は最初から来てたんだよ、来てて高校時代から。うん、でピッチャーじゃない、うん、で11球団はねピッチャーなんだよ、うん、で西武だけはね野手だったのよ。でも、うん、そういうのにまず断ったのよ、うん、西武を、いや全部を、あ全部を、なんでドラフトの日も、えなんで、なんだろう、自信ないからじゃない。まあ多分それで大学に行くって言って、うん、セレクションまで、あのセクション違くて、もう一回大学 の、うん、あの特待のあれは受けたのよ、うんうん、でもね練習したらねしんどかったのよでも確かにさ俺こうちゃんとこんだけもう入ってた、こうちゃんが寮出てからちょっとしてから俺ずっとこうちゃんと遊んでたでしょ。だけどこんな話聞いたことないんだよね、初めて。そうね、まあまあ喋る時ってまあそういうの話も喋るけどね、公演とかでは喋るけども、だからプロを目指してではいなかったんだもんね、うん、やっちの高校でしょ、うん、あの陣内貴美子さん言ってたけど、あそこ頭いいのよって言ってた。うん、やっちとじゃね、進学校だからね一応勉強で入ったんだ。勉強で入って、俺は裏口だった。だから俺最初ね俺なんか帰宅部だから最初、うん、そうそうそう、高校帰宅部で、で1ヶ月ぐらいはね部活入ってないの、うん、野球部も、うん、でそれでそれでそれで2000ポチャまずいな。だから友達にね、だからこ同じほら、うん、まあ地区の違う中学校とかで野球部の連中、うん、中学校やってたんでしょ。じゃあ中学校やってた。でそれでそいつは誰か、まあ誘われてね、3人で行って、うん、で見てて見に行こうとかって見に行って、で2人が入ろうって言うから、うん、えとかって言ってそうよ、えって言って、うん、嘘やろとかって言いながら、ね、野球入んのお前らみたいな、うん、でそれで入ったね失礼て外野やろうとしてたら、うん、まあまあ外野って言ったら、お前秋山身長高いからピッチャーしようって言って、うん、でそこからピッチャー、強いチームじゃなかったもんじゃ、うん、そう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 、野球、まあまあその当時でも強かったかな、うん、県ではまあまあベスト4とかで、で監督から背が高いからピッチャーしようと中学はどこやったの中学は外野とサード、サードはちょこっとしかやった、まあ、ピッチャーもちょこっとやったぐらいかな、うん、でもそんなに、ね、それほど真剣じゃないんだ。そう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 、もう遊びの一環だからだから、だから、うん、だから、どうなったんだ。まあそれで結局大学行って、うん、うん、どこ行こうとしたの？まあここではさ、福岡の東京とかでもあったんだよ。うん、で、野球で、野球で、で新聞とか、うん、セレクションとかってあるじゃん。ああ、あるある。でも終わってたんだよ。その頃は。で新聞送ったらいいですとかって入ってくる。新聞送ったの？その何？高校野球の。あ。まあまあやってましたよと。まあまあまあ九州では俺ほら九州大会とか、うん、それでも決勝まで行ったりとか、うん、結構まあピッチャーで良かったね、うん、夏の大会も決勝で、あと一人だ伊藤と決勝やったんだけど、熊子、うん、で、あそうなんすか。で1回5回6回までね0対0で行って決勝ね、うん、でそれで0対0で行って、あれや藤代藤崎だよ、うん、で大雨降って中止になったね、うん、でそれで中1日空けてまたやり直したね、うん、
で、そんで孫がホームランを打って、こうちゃんが、うん、で、うん、その裏に伊藤に逆転ホームランを打たれて、うん、で、2、3回こうなったんですよ、シーズン、うん、で、9回表で2アウト1、3塁になって、で、2、3塁になったんです、うん、それまでね、俺勝ってたんですよ、うん、で、そこから逆転されて、うん、で、それでね、甲子園行けなかった。はあ。だからそれだって、友達に誘われて入った人がねまあ小野高校だから、まあ、でももう120年ぐらい経ってんだけど、うん、まあ最高はそこだね。そこが、うん、一番近かったの甲子園ね。だから一人もだから小野高校からそのプロに入ったのはいない、ね、うん。こうちゃんってただ一人、うん、百何十年も経つ学校で、うん、でそれでまあまあ大学行くって、まあ、しんどかったから。でその当時はまだほらプロ野球ってさ、うん、ドラフトに終わってからでも、うん、入れたんで。確かにね、うん、そういうシステムだったんで、ね、だからそれでこう、まあ、いろんな噂はいろんなのはあるけども、うん、俺の場合はもう大学行こうと思って一回もで入って、うん、みんな断っちゃったわけでしょ、うん、断ってセレクション行ったけどきついから。いやいや、もう特待のテストがあるじゃん、うん、それも終わっちゃったんでしょ。それ終わった日にも練習だったんで、うん、で一回それ行ったらしんどかったのねでこれまた4年間やるんだったと思って、うん、でそれでちょうどまだねその時にね西武と何チームかまだ来てたね、うん、ドラフト終わってからで、うん、でそれでああもう4年間やるんだったと思って、まあ4年ねどうせ大学で野球やなきゃいけないから、うん、でどうせあったらチャンスあったらもうじゃあプロで一回やってみっかと思って、うん、チャレンジで、でそれでまあ西武だけが野手だったんで、うん、でそれで入ったの。あ、もうピッチャーも自分でちょっと限界というか、うん、プロジェクトきついかなと思った。いやー、肘痛かったからね。肘痛くても投げないから、一人しかなかったから。だから、勝ってとも負けてもこう投げるような感じになっちゃうんで、まあそれじゃちょっときついなと思って。で、それで、水分で。は、この間も、昨日か、うん、最近岡村さんもうちの野球学校手伝ってもらってて、うん、ライオンズもう辞めちゃってて、うん、でやっぱり、いや西武は多いね。木村今外野でやってるんでしょ。だから、うん、あれも本当は野手でスカウト陣を取ったんだって。そうよ。だから数も野手で、ね、いきなり、うん、まあ昔は同じだよね。4番でピッチャーっていうのが多かった、うん、確かに時代なのよ、うん、今はもう完璧にね分業制になってきてるけども、うん、この時代だいたい万能なやつがやってるの、うん、ピッチャーと4番みたいなねピッチャーで4番っていうのがね、うん、そういうのが多かったんで、で、まあ、二刀流とか言うけども、うん、だいたいみんな普通に二刀流だったよね二刀流 の, そのできる連中がもう、うん、こうチームを引っ張ってるのが多かったんじゃないかなと思う。まあまあそれでどっちにで大谷翔平みたいにこうねどっちもしたいって言ってこうさせてくれる球団ってないなかったね。ないね。100%。そうそう昔はね。なめとんかで終わったのね。まあお前はこっちしなさいとか、うん、確かにあなたはこっちしなさいとかっていうのがね多かったんで、まあまあその中にはまあピッチャーよりも野手っていうのがあったんでね、うん、それで入ったの。バッティングも好きだったんでしょ。じゃあそのホームラン決勝で打つぐらいだから全部ホームランの方がだってそんなに野球学校じゃないから、うん、もう狙うホームランっていうでしょ。確かに西武はだから俺を将来クリーンアップにしたいって言って、うん、いうのはあったみたいなのね、うん、だからもう最初からプロに入って1年目からもう全部ホームランばっかり、うん、コーチ誰だったんですか。バッティングコーチファームだってもちろんファームじゃないですか。あの時誰だったっけな。でもコーチ言わないもんね西武って。なんかまあ二軍監督とかさ根本さんがいたじゃん、うん、まあ俺入った時に一軍で根本さんがいて二軍にお母さんがいて、あ根本の親父の時が最後の時よ。あ2年目だから広川さんだから。あ上の監督と二軍の監督とも通通なんで、うんはいはい、もうそれにやっていくしかないじゃん、うん、チームさ。まあそれがちょうどハマったんだよな。だからホームラン狙えと。そうそうそう。だからそのままの高校の時の延長でやってるわけじゃんまあそれはな良かったんじゃないかと思うけどね。帰ってな正直言うけど、うん、こう俺がプロ入った時のその例えばバッティングの器用さっつったら俺の方が絶対あったと思うの。まあそうだろうな、うん、はっきり言って俺が思ったのはね、うん、ただそのこうちゃんがあのセンターに打つ打球っていうのは、うん、日本でナンバーに飛んだ人なのね。こうちゃんは圧迫する今みたいにボール飛びはいいけどあの飛ばない時代にさ、うん、最初はね基本的にはやっぱこう遠くに飛ばすのがあるんだけども、うん、バッティング練習って一番最初じゃんどの球種からやるよ。まっすぐ。まっすぐなのよ、うん、だからまっすぐをだからどんなに速くてもそれをどんだけ遠くに飛ばせるかっていうことがまず一番だったのよ中には、うんうん、だからマシンでもさすごかったね。こうちゃんのマシンはもうどんどんもうマシンじゃない、うん、もう自分で練習するとかさ確かにでそれでこうもう結局全部ホームランっていうことは
ストライクゾーン変わったらさ、うん、こうアウトコースの高めとか低めとかインサイドのね低め高め、このストライクゾーンの中でも全部をホームランにしなさいっていうのはすごくまっすぐだけでも難しくない、うん、非常に難しいね、うん、一つの球種だけでも、まあ、不可能だよね、うん、でもそれをまずこう基本としてやらないと、まずそれが打てるテクニックがまずないと次は変化球いけないじゃん、うん、確かに基本はだからそこを一生懸命でまず練習したん、ね、うん、どこもまっすぐならホームランできるようにそうそうそう、でまあそれでだからインサイドも少々ボール球でもさ、うん、全部こうつまりながら腰の回転で遠くに持っていくっていう得意だったもんね、うん、あのインサイドも得意意外ね、うん、もうだからこの辺はもう本当にもうマシンくっついて練習したんでねじゃあそれも入ってからそれ自分で編み出したというか、そうそうそう、まあ、まずはねまっすぐはできないと、いっぺんに何もかもしなさいはできないじゃん、確かに、でまあそこをまず練習して、だからその後に今度は極端に今度は遅いカーブを、うん、カーブマシンパンって言ってガインポンって、ね、そうそうそう、あれでポンって遅いんだ、遅い球を練習始める、そのだから途中まで秋山全部アウトコース低めのスライダー投げとけば大丈夫とかっていう感じでね、あのその俺が5年目の時もこうちゃんそうやって言われてたの覚えてる、そう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 、ほっときゃ大丈夫、そう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 、だからそこからだからまずはここか順番だから、うん、ね、俺がレオ入って、うん、他の先輩たちが広本、俺あの頃デーブ、うん、アメリカ行ってないから、うん、広本あのな、うん、ライオンズにはお化けが出るから、うん、たまに出るからお化けの話か気をつけろよって寮で、うん、言われて室内で昔死んだの自殺したやつがいて、うん、してないのよいないいない、そいつが出てきてそのお化けが、うん、バッティングやるから行くなってさ、ほん本当に夜中にカーンって言い出して、うん、他の先輩を起こすわけにいかねえから見に行ったらこうちゃんが打ってたの室内で、多分だから最後の年だから、うん、もう俺中に上がってるんだよね、うん、そうそうそう、だからその時はもう試合の練習だけじゃなく試合前の練習だけじゃなくて、全体練習の前にもう室内でバーッと打ってたね、打ってそれで全体練習行ってで練習して試合出て、うん、でそれから帰ってできたら、ね、飯食ったらまた室内で、うん、言ってたマシンを打つんで、ね、もうその1年はずっとそんな感じだったね、あの俺覚えてるのは1年目の後半から俺1軍上げてもらったの、うん、ボルスタ休みの練習で、うん、白畑さんか俺かって、うん、工藤田さんが引退するっつって、でたまたま俺がその紅白戦打ったから上がれたんだけど、うん、その後にこうちゃんと長池さんが試合中に、うん、秋室内行くぞっつって、うん、試合中に室内行ったのよ、試合って公式戦だよ、うん、なんだこの2人はってそのぐらい練習やったんすよね、練習はもう半端なくやったね、でこうちゃんの練習の特徴は最初はまあある程度その普通にこう打席にもう1枚マットがこう置いてあるのよ、下がれないように、うん、でそれをだんだん無視してどん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 前行って最後半分ぐらいまでマシンの、そう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 、もう反射神経の練習だからね、普通にパンパンパン投げてるのはもう簡単に打てるからね、俺は教室で、うん、早球、俺もそういう考えがあって、うん、早球で打てれば何でも出るって、うん、それちっちゃい頃からそういう腹違いの兄弟に教わってたから、うん、だからデブでプル入んにはそういう特徴だけ入れないわけですよ、うんうん、だって守れない走れないんだから、うん、でその練習をやってて俺はどんだけ前行っても大丈夫っていう自信があったけど、うん、こうちゃんの距離で引っ張るのは1ヶ月ぐらいかかった、うん、あの自分がちゃんと開かずに引いてそうそうそうカチーンってこっちに行くには開いたら痛いけどなガーッてなるけどなんか詰まるからな、あれをちゃんとこう、うん、自分で見極めてカチーンって打つまでは1ヶ月かかった、うん、教室の俺が、うん、こうちゃんも平気で引っ張ってたもんね、あれそう、あれをどうやってだから引っ張るっていうかもうこう詰まりながら腰の回転でこう、うん、切れない球を打っていく、だからインサイドをフェードね、フェードで打っていくのね、ポール際に、だそれはマシンでもやったし、うん、あとやっぱり素振りとかもやったね、よくね、やってたね、うん、あのさこうちゃんあのある結構そこそこ家にいる時は、うん、俺が、うん、デイブ家来いよっつって、うん、で行くとビール1本ぐらいしか飲まなくて、うん、で俺その時車で行ってるから飲んでなくて、うん、だからそのぐらいまあ飲まなかったわけ、うん、で遠征行っても結構こうちゃんとじゃあ飲み行くかになって飲み行くようになってからさ、うんうん、門限過ぎて言ってるわけじゃない、俺なんかは。俺命がけなわけよ、うんうん、2軍落ちんだから、うんうん、で、こうちゃんはいいよ、持ちないよホームランを取ってんだから、そうなのに、繁華街の鏡見るとやめなくなっちゃうっていうあれは迷惑だったな、見つかったら俺落ちんだよで、散々飲んで帰ってさ、新阪急 で、うん、でこうこれこうバットをこれをやり出すわけ、覚えてる、角度出る角度、こうやって決まった、そう
どうやって早くこうガッてそこまで持って体を使ってね、決まんない時はもうしばらく、いやほんしばらくやったよあれ、うん、こうちゃん1時間でも。だからあの何でもそうだけど、うん、日本来てそこでやってっか練習し、そこでないと練習ができないじゃないんだよね。うん、それはあるよ、確かに。どこでもできるのよ、どこでもね、うん、練習っていうのは。でその後に決まると、うん、俺なんかもヘラヘラになってんのにベロベロ飲んで素振り行こうよって、俺素振り行くわって言うから、じゃあ俺も行くよこうちゃんみたいな本当、うん、練習したねこうちゃんは。まあしたね、まあまあだからもうどこでもできるのよ、こう体の使い方だから、うん、だからそれを覚え込むのはずっとやっとかないと覚えないじゃん、うん、その時だけしか、うん、そこの1時間しかやってませんだけじゃさ、うんね、まあでもやるのが当たり前じゃん本当はね、 本当はね、まあ、そういう人が2000本打つんだけどまあ別に2000本を目指してるわけじゃなかったじゃん、うんうん、全然ね記録気にしなかったもんね、人っていうか阿部選手ではなかったかな、 なかったね、うん、で戻るけどさ、その俺が入団してさ、うん、俺がなんか清原が入ってこなかったら、うん、俺が片平さんだとファーストやる予定で、うん、俺がサードやらされてたら覚えてる、うんうん、自主トレの時とか。だからね、デーブが入ってきた時にね、まあ2軍じゃない、うん、自主トレ合同自主トレとかもやってたし、うん、でサードに俺と、まあ、ショートで河野純喜って覚えてる、純喜さん ね、 河野コンフィットってそんなにさあの声出さないじゃん、うん、2人はね、うん、ただね、やっぱり野球の練習の時はうわーうわーとかってさ騒がない、騒ぐ時はほらね、そういうのはね、こうわーってやってんのよ打つ方と、そうね、まあ、多分打つ方もわーってやった方が楽しくなるでしょとかって言って、ね、みたいなね、そうそうそう、声出す声出すばっかりずっと言われてたのよ2人そしたらね、デーブが入ってきてね、3人でノック受けてたらデーブが1人でデーブわーわーってやっててルコンさんとね、2人良かったですね声出せなくてすみませんねとかっていう話俺、あのノック受けながらお前で助かるよ、奥歯って言われたらもういいぞあ、それは覚えてるよねあ、これで言われなくて済むねとかって言ってねそれはすごく覚えてる、助かるあれ、あの1年、俺2年目アメリカ行っちゃって、うん、2年目にこうちゃんが広島戦で、うん、あの爆中した時は俺が2年目なの、アメリカ行ってたの、あの時外野でしたっけ、まだサードあれは両方やったな、いや、あの時はどうだったかな、半分半だったかな、うん、結局ほら、その前に85年に阪神が日本一になった ね、うん、そうね、あれが俺の一番、あの時サード、俺が一番最初、うん、そうそう、あれが完全にレギュラー出た、そう、最初に40本打ってそれ出たんだよ、俺こう指骨折して、うん、してた、うん、これ指骨折した、うん、もうこれ骨折して靭帯切ってて、うん、投げる方じゃない、うん、曲がってるけど1週間ぐらい前にな、川崎球場でノック受けてたら、うん、下がデコボコしてたもう粘土土でね、あそこ整備もちゃんとやってくれよぐらいね、外野もペンペン草いっぱい入ってであれノック受けたらもうイレギュラーしてパーッと当たったんよ、うん、それで折ったんだ、そうで靭帯切ってこれ折ってるんだ、1週間前だったのね、昭和ゲームででも無理と思ってたね、もう投げれんや、うん、そしたら広岡さんがさ、大丈夫、あのマスコミにスキビって言ってるから相手知らないからって言ってそういう時代よ、なんか隠すじゃない、隠す自分とこのあれ欠点はね、やっぱり相手が攻めてくるから、うん、絶対表に出さないのよ、ね、俺って実態も切れてるのに、もう切れてるのに、突き指で突き指、あのもう突き指しかやってるんです、でもこんな56、7になってもさ、もう、曲がってるのに、あのアルミのこうつって裏からスポンジがついて、あれでね、こうで止めてさ、これ巻いてんのに突き指なのよでそれでこれでどうやって投げ、サードでどうやって投げるんだって一生懸命練習させられて、うん、でそれで日本シリーズ出たからね、ねびっくりしたよ俺は、多分今いないね、まあ、出るやつもいないしね、うん、使うとも思わないだろうね、使うとも思わないし、なんか使ったらパワハラぐらい言われそうだよね、うん、今のぐらい、だから今の時代はもう多分無理やね、あれはね大丈夫、月日だからね、広岡さんに、うん、あの相手月日って言ってたからマスコミしちゃう、相手もしちゃうから、うん、コウちゃんはあの年が一番聞く、広岡さん監督と最後の年だね、だから教わったというか、か俺はだから俺取ってもらってたっきり、うん、後半から、うん、まあ、一軍上がりました、うん、でもすぐまあ落ちて、うん、で日本シリーズは7試合帯同させられたの、うん、させてもらえたの、うん、だから広岡さんと本当知らないけど、どういうやっぱあの必勝法いっぱいあったじゃないですか、あったね、あれくだらないと思ったけど今考えたらめちゃめちゃ大事じゃないですか、あれはそれまで野球はあの言葉でずっと喋ってたんだよね、教えてたんだよね、うん、
言葉で冊子にずっとねこうなんとか、まあ、ずっとこういうパッ当たり前のこと、ね、こういう時にはこういう動きをしてこうしなければいけないって言った時に、うん、結構毎年だなあのキャンプの時1時間はミーティングやでしょ、いっぱいやったでしょ、うん、そこでこうここからこう一つの課題を置いてでそれをこうじゃあこの時はどうするんだどうするんだっつってどんどんこう広げていったんじゃん、うん、確かにだからあれで野球をこう覚えていくっていう、あれはすごく革新的だったと思うし、あれ選手の時もコーチはそう思えたタイプだったでしょ、うん、じゃ あこれやってたらちょっとためになんなみたいな、そうそうそう、だからああって言って、まあ、今までそれまでの小学校中学校高校も大学までの、うん、いやその人の野球観の中でこうやってたけども、結局やっぱこう失敗すればそこで、うん、あじゃあこうだこうだって、うん、その場でこうやって言ってるけども、うんうんうん、まあ、その担当した人間だけ、あれはもう全員内野手でも外野手でもピッチャーでも関係なくさ、うん、ディスカットの人にして、ああそれでこう覚えていくわけじゃん、覚えた覚えた、うん、だからあれはねすごくやっぱり良かったなと思う、ね、うん、だから俺も監督の時に1回それやったことあるね、あ大学の時、ああ大学の時かな、大学の時に大会長が監督してる時にね、うん、秘書法いっぱいこうね、うん、来たと思うよ、でそれをミーティングでやったことあるよな、あれはねすごくいいと思う、ね、あれを一生懸命やった人とやんない人って、だからあれを、まあ、一生懸命やんない人でも、うん、やらされてるから当然耳に入るで残る、うん、っていう連中だもんね、監督結局今の時代やってた人たちって、野球を覚えるんだよ、ね、だからピッチャーの野手の動きでも結局ピッチャーの人たちも聞いてたりとかさ、うんうん、してるわけ全員だからねあれ、うん、そう、なんでそうなんだっていうことをこう野球を覚えていく分にはすごくいいんじゃないかと思うよ、ね、だからこうちゃんがソフトバンクやって、うんうん、その勉強させられた、させてもらったメンバー、まあ、こうちゃんがいる、俺もやった、田辺もやった、まあ、まあ、いっぱい、もうほとんどあの時の今工藤さんがやってる、コーチ監督なべちゃんもやった、もうほとんどやってるんじゃない、森重さんもそうでしょ、うん、言ってみりゃ、うん、ね結局いろんなチーム、まあ、そういえばそういえばそのままのね、うん、あのOB の人たちがやったりとかするけども、うん、でも他のチームやっぱり強いチームではどういう野球をすれば強くなるのかって、うん、その当時のね、うん、それをやっぱり他の球団のはやっぱ必要としてるところはあるんで、うん、だからこうやって呼んでいくね、うん、なるほどね、その当時の西武のたちを、うん、強いチームってのはどういうチームだって、結局森さんの野球も同じだったもんね、うん、広岡さんの時とミーティングも必要、そう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 、まあまあ基本はどっちかというと広岡さんがまあ作ったっていうか ね、西武野球っていうのはそれを継承してこう森さんがやってる感じはあるけど ね、うん、で俺さ覚えてるのはこうちゃんと俺人生の寝坊って2回しかないんだけど、1回はこうちゃんとゴルフ行こうってオフに行って寝坊して、うんうん、デブも寝てんだろ、寝てないっつったけど、いいから1回迎え行ったるからって言われて迎え来てもらったのが1回あるんだけど、うんうん、まああの頃からたまにゴルフこうちゃんとしか行かなかったのね、遊びだかんな、もう本当の遊びじゃないですか、なんか自主トレにもなんない、アップの1回みたいな、だから俺もだから結局40まで、ね、選手でやったけどもオフしかしないもんね、しなかったね、その時に行こうってなってたんだけど、うん、こうちゃんから、まあ、普通は行こうってなって次の日の朝、うん、こうちゃん俺が迎え行って行くパターンだったのね、うん、だけど前の日に電話って、デーブさ明日ちょっとトープリ付き合ってくんねえか、トープリゴルフじゃないのっつって、うん、え、あ覚えてる、あの FA する選手たちが全員、ね、ゴルフ違う違う、トープリに行ったのはあれ何でしたっけ、違う、俺はその時は多分俺が代言にね、うん、あのトレードンがあったじゃん、うん、あの時が多分ゴルフの日だったんだよ、俺も一緒だったの、うん、本当誰か覚えてないんだよ、ね、ちょっと待ってよ、俺トープリまでこうちゃんを乗して所沢から行って、うん、しばらく待ってたんだから、俺ね、あの時教師行ってたんじゃねえかな、もう一回行かないかぐらいよ、誰とゴルフするかも俺は思ってなかったほんでこうちゃんがじゃあちょっとトープリ行くからっつって、急遽ゴルフ行けねえからって、そうトレードっすか、あれ、あれ正規のトレード、そうそう、あの時にね、秋季キャンプの時だな、秋季練習かなんかしてて、俺はもうしなくてよかったんだよ、うん、でゴルフしよったら前の日にだから代表から電話がってきて、明日トープリ、そうでしょ、トープリでしょ、来てくれと、で俺はほらね、契約の話かなと思いながらさ、うん、じゃあ明日ゴルフ入ってんで明後日にしてくださいって言ってたよ、俺それ言ったもん、ね、俺送ってこうちゃんの、いや違う違うって言われて、でそれで違う違う、いいから来いとって言われて、あー明日ゴルフなんていいなと思う、契約公開じゃなきゃね契約公開じゃなきゃその日に来いになっちゃうもんね、うん、だからそれ行ったら行った行ったトレード決まったとかって、行ったよな、俺運転手だから、あそうか、うん、ほんでちょっと待っててって、だいぶ出てこねえなと思って、でどうしたのって言ったらトレードで、トレードみたいな、まあまあびっくりするけどな、俺巨人行ったの、巨人行ってたのも俺、まあでもなんだろうな、なんであれ
ごねなかったんだ。はい、わかりましたって。なんかね、だから俺の思いは、うん、まあ、根本の親父も言ってたのよ、 もちろん、うんうん、大栄にね、はい、だからこうちゃんも俺も、うん、あ、いいじゃんいいじゃん根本さんとこならみたいな俺は思ってたし、いや、俺はね、やっぱり1球団で終わりたかったな、本当に。あの、やっぱり違う球団に入ると、まあ、今はね、FA でさ、こうやって動いたりとかするの多かったりするじゃん、自分の意思でこうやって。でもやっぱりね、またこう、環境とか違うし、また違う野球っぽいじゃん。それをこう、またもう一回こう入ってやるっていうのがね、やっぱ自分のペースは崩れるわけじゃん。確かに、うん、だからそういう面でやっぱこう一つのところでこうずっとやり続けるっていうのは、まあこれはまたね、思ってたんだね、その頃。うん、それはね、まあでもね、あの時ね、やっぱ俺の中にはね、俺はデーブの前にアメリカ行ってるじゃん、うん、行ってる。でアメリカ留学してて、アメリカのマイナーなんかってさ、まあメジャーの、 その契約があるけども、前ワイなんか行った時にね、同じチームの4番バッターがさ、練習してたらさ、おマネージャー呼んでるとかつって行ったんよ。でそしてね、しばらくこうやってたら、そいつがね、でっけえ荷物いっぱい持ってね、うん、出て行ったんだよ。うん、おどうしたんとかって首って言われたの。うん、ただやっぱマイナー、向こうのワイのマイナーっていうのは、だいたいもう2週、1年契約じゃないんじゃない、うん、そうだね。下手したら1週間単位ぐらいのね。そうそう、そんな感じなんだよ。だから、まあ1週間でも2週間でこうやって言ったら、多分その度にこうお金もらえるんだけども、うん、まあいやね、そんな安いけどもね。うん、でもそれでやっぱり将来こう、置いててもしょうがねえなとかね。うん、そうなんだ。で、まあ、もうすぐ、はい。首ですっていう、 あ、すげえなと思ったのよ、その時は。うんうん、衝撃的だよね。衝撃的だ、ね、あんな二十歳前の子らがそんな4番打ってんだからね。結構遠くに飛ばすのはね、すごかったんだけど、うん、そういうのがね、パッといって、そう、やっぱそこの厳しって、あ、やっぱプロ野球そんなもんだなとかと思いながらね。コーチは何年目でしたっけ、行ったの、サンノゼはね、3年目。3年目だ。俺はだから2年、白畑さんとかコーちゃんとかでしたっけ、年代。そうそう、俺が2年目の秋の教育リーグが一番最初、アストロズのヒューストン、アストロズ。であれが西武が初めて送り込むっていうやつをやったの。一期生なんだ、こうちゃん。そうそう、まあそれも面白かったけど、まあそれはそこはもうほら 1A2A、そうだね、みんなトリプル A のね、いいのばっか集めて1チーム作って試合をずっとやるんだけど、で次の年にだから3ヶ月短期講習。そうそう、2軍に行って出て、うん、で俺がバッティング崩れて、行けってこの言われたの、根本の味から、うん、先に5人行ってて、で俺 4,5,6,7,8 で5ヶ月で160試合。ちょっとあれおかしいでしょ、合わないね、人数が、ね、あの日数がね、アメリカって5ヶ月って、5ヶ月で162試合やっちゃう。150日ぐらいしかねえんだけど。そう単純にってみんなびっくりするよね。信じないの、あれなんでできんのって、数字が合わないじゃんとかって。土日はもうダブルヘッダーね、日曜日がダブルヘッダー、日曜日だけでしたっけ、7回の、そう、7回戦ね、7回の2回試合、まあ、でもそれでも月に3日ぐらい休みがあったりとかするんだけど、だからまあそれが結局8月いっぱいに終わっちゃうからね。うん、そう、確かにね、だからそれでこう9月の半ばからこうやって1ヶ月半ぐらいか、でもあそこのレベルも高いっちゃ高かったよね。高かったね、俺らの時もやってたリノのパドレスの選手がもういきなり 3A に上がったっつったら、もうメジャーでやってたっていう、でそいつが日米野球のオールスターで来て、俺が西武の時、バッティングキャッチャーやらされてたの、そしたら向こうからデーブって言ってくれて、俺リノでやってる、あの左、あのセカンドのみたいなね、だから高いレベルもいっぱいいましたもんね、あれ。だからまあ、そこのアリゾナ教育リーグはもう本当に多分すぐメジャーに行く連中が来てたんでね、あのアストロズだったらグレン・デイビスっていう、その阪神に来たじゃない、来たね、あれが俺と同じサード守ったんで、であれはまあ 3A に行ってホームランバッターだったんだけど、俺の1個上なんだよ、俺はそれが、まあ、2年一緒にいたんだけど、その次の年も行ってるんで、で行った後のその次に俺は1軍に上がって、あれもこのメジャーのアストロズの4番も、まだ付き合いあるぐらい仲良かったでしょ、あの頃グレン・デイビスとこうちゃん、まあね、ずっと仲良かったね。よくグレン・デイビスの話してたもんね。まあアメリカ行ったから余計にあれもあったね、メジャーのへの憧れっていうのは、その当時はさ、結局今だったらもうね、あの FA でとかポスティングでも、ね、いけるじゃん、でも俺らの時代はメジャーの情報なんかって、新聞の下の方にちっちゃくね、あの高校野球のさ、春の予選大会ぐらい並みのねスコアしか出てない感じだもんね、名前、2塁打ぐらいチームと、その
勝ち負けと、うん、勝ち投手と負け投手とあとホームランだけなんだよ。そうかもしれない。それがちょっと各チームがあったんで、その情報だから、だからあんまメジャーっていうのが近くはなかったよね。近くなかったね、うん、俺もね、休みの日はね、和田さんがいて、こうちゃんも和田さんですか、新卒で。和田さんと伊原さんも一回あったけど、うん、で和田さんがほらメジャー連れてってくれたね。あ、オークランドの、あのロサンゼルスと、ロス行ったよ。サンフランシスコジャイアンツも昔の、うん、行った昔のキャンドルスティックパークの頃、うん、アセチックス、アセチックス、この3つは行った。あ、でドジャースまで連れてもらって、うん、あ、雰囲気いいな。俺はドジャースは連れてってもらってる、ね、でもそれこそ最初行った時にね、雨降って、うん、ずっと待っとくんだよ。お客も日本みたいに中止出さないもんね、簡単に。2時間3時間の平気でこう試合開始を遅らせるんで、うん、あの時デーゲームだったと思うけども、ずっと待っとくんだね、うん、今はほとんどラスト作って1枚の、うん、全面シートってあるじゃん。あの時代にもアメリカあったもんね。あったのね。そうそう、あったあった あったんだよ。でそれが一気にブワーってすごい水がさ、ブワーってもうでっかい、もうこのビニールのロールのあのさ、でっかいトラックのタイヤぐらいになっちゃってね、うん、あの巻いたのが、そうそう、あれが両サイドにあって、それをドーンって持ってきてね、うん、それはすごく記憶にある、うんうん、であとはまあ、ああいいなーっていいなってね、ここやる、でもあれで、でもあれでね、結構ね、俺は、まあまあ俺プロ入って多分ね、まあ一軍に上がるのが多分目標だったと思うんだけど、うん、アメリカ行ってね、あ、俺ここでやりてえなとかね思ったんだ、やっぱり。うん、思った。ここで通用する選手になりたいなって、なりてえなとかと思ったのが大きかった。自分がだからそれアメリカ留学してメジャーの試合見せてもらった、うん、俺なんかあのジョージ・ブレットに会ったり、うん、ユニフォームさ、みんなこうやって上げてた頃から、うん、俺はこう低いやつにしてたのね、うん、あれジョージ・ブレットと会えて、うん、あのかっこよさを、うん、のユニフォームを真似してたの、うん、だからアメリカの留学で感化されちゃったタイプだった、うん、だから俺はそれで終わったけど、こうちゃんはあのグラウンドでさ、やりたいって本当に思えたんだね。そう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 、ここで通用する選手になりたいと思ったから、だから、まあ、ちょうど一緒にやったグレン・デイビスが、うん、まあ、アストロズに4番を打って、うん、で俺はまあ西武に、うん、でこうやって一軍に上がってですね、試合で始めて、ね、こうやって見てたら、うん、グレン・デイビスが例えば20本落ちましたって、うん、まあ25本です30本って言ったら、ちっちゃな記事でね、そうだ、あれだ、こうやってみんな見て、あ、あいつが何本打ってたら俺多分何本打てるなとかね。なるほど。でそればっかりしてたよ。まあこそっと言わずにね、言わずに、 あいつ 今さ40本近く打ってんなとか、った20本は打ってるわっていう、あ、一緒にやってるから分かるもんね、分かる、レベルが、レベルが分かるん でそれでね、楽しんでたね。じゃあ今こうちゃんがやってたら、じゃあ行ってるね、メジャーに FA で取って、海外メジャーでも多分ね、やっぱり若い時だな、うん、今の連中は20代のやはりこう一番いい時に行くじゃん、行けるもんね。一番いい時期ってやっぱね、26ぐらいから30ぐらいの間が一番 ね一番多分精神的にも肉体的にもね、タフな時だ。そうなんだろうね。だから遠征でもさ、そうだし、打てなくて辛いのも耐えれちゃう年齢かも分かんないね。うん、タフなんだよ。そう、どんどんチャレンジできるっていうかさ、いけるんで、だ向こうのだって移動なんかも結構しんどいじゃん。すごいだったもんね。時差があったりとかね。でもそれでも全然耐えて、耐えれるんだろうね。いけるんだよ。やっぱそれが30過ぎてからはやっぱりね、ちょっと。あれ、コーチョさん、トレードな、え、何歳？30ぐらいじゃなかった？32、3かな。ねえ、佐々木さんなんかと変わった時でしょ、あれ。うん、まあ、あとは自分のほら、小野だけでライナーじゃん。うん、ちょっと、こういうだけじゃないそういうだけじゃないじゃん。ドーンって、ね、バックスクリーンもドーンって言ってたもんね。そうこういうだけなんだよ。ドーン、そのままダーンって言ってこれだ、キヨともやったのよ。これやったら、キヨ俺の先輩とか、先輩の打球ってこういう感じだったけど、秋山さんドーンって言ってましたもんね。異質でしたよね、あのホームランバッターのそのドーンって。何もいなかったもんね、打球打つ人ライナーでね、そのままライナーでダーンって。だからそれで、ね、やっぱりヤフオクね、あのドーンって高いから、高いで、しかもボール飛ばなかったしね、まだあの頃。そうそう、あの頃飛ばなかったしね。あ、多分メジャーの球団の球場入れても、多分まあトップ3に入るぐらいの大きさなんでね。だからそれで俺こっち来てバッティングフォームちょっと変えて、うん、で腰痛めたんですよ。その年ちょっと打球上げるようにしようとしたんだよ。そう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 、ドーンからドーンから、そうそうそう、
だからね、あれで腰痛めたのはね、良くなかったね。やっぱ打ち方変えていくとね、違うところに負担が来るから、ね、またその、コーチャーのことだからさ、打ち方変えようと思っただけじゃなくて、そこに量が、量やっちゃうからね。それも当然、コンタクト仕方がやっぱ変わってくるんでね。まあ、意外とほら器用じゃない。アメリカ行ったらね、だからアメリカ留学してる時は全然ね、打ち方変えてたよ。外人みたいになってるそう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 、例えばこんなになってやるみたいな。そうそう、その当時はこうノンステップっていうか、ほとんどこう足をこんな今みたいに上げるじゃなくて、まあその当時は多分もうまっすぐスライダーフォンっていう感じの、もう全部同じスピードでこうコーンって、同じタイミングでこうまあ対応できるね。そうそう、間がないんで、だからもうほとんどこうステップがこの中に全部こう、その全部球種のあれが全部入っちゃう、なるほど、間が、向こう行ったら向こうの打ってるバッターとか見てたら、ずっとそいつをおーって真似してたのね。どうだろうね。日本に帰ってきたら日本でまたこう打ち方変えて、ね、うん、こうちゃんはこうどっちかとちょっとこうちょっと斜めに見る、俺はこう見るタイプだけどさ、こうちゃんちょっとこういう斜め、俺が見ればこう斜めに見える入り方。まあでも俺の場合は、まあ線は線で引っ張ってくるけども、線の中の点で上から落としてスピンかけてこうやって上げていく打ち方じゃん、でその線に対して早く線の中にこうバットの軌道をこうやって入れていく人もいるわけじゃん、そうだね、だからまあどっちかって言ったら線の中の一点にそこにこう落として、俺らが線だからこう線の線でこう取る、こうこうなんか、まあまあバット寝かせてる人は基本的には線になっちゃうもんね、立ててる人は、だからこう立ててる人はもうどうしてもこうこっからこうってないから、こっからやったらもうこうなっちゃうんで、だからもうこの子寝かせてる人はもうその、そこの線に早くこうやって軌道入れて、そうそうそう、早く入れて入れながらこうやって持っていくっていうタイプだから、だから器用には見えんのよ、そういう人はこう線で打ってる感じは。まあそうね、俺らは、ね、まあ、対応はしやすいよね、だからどっちかっていうとこう上からこれでいく人は若干やっぱフォークとかっていうのはやっぱこう、確かに縦の部分に対してはちょっとこう、あんまうまくない、そうだろうね、最後やめるってなるときはもう限界だったわけ。そうやって腰痛めました。もうそれが最後のはあんまりこう出たり出なかったりとか多かったから、腰が痛いのはまああるよね、あったよ。俺こうちゃんが、ま、何現行でやってんの見たことがないのよ、若い時から、もう骨折もそうだし、デッドボール当たったのはさ、俺らはこうちゃんと一緒にいて帰ってきて、じゃあちょっと素振りやるかって言ったら、じゃあこうアンダーシャツに着替える時には、え、そんなになっちゃってんのあざみたいな、ここに当たったのに実は上が折れてたとかあったよね。いや昔は折れたままでも肋骨折れてもやってたもんね。ねえ、なんかここが折れ渡ったんだけど、例えばこの鬼神で上が折れてんでこっちなんだよとかね、昔は本当捻挫しようが肉離れしようが出てたなと思う、ね、だから俺だからそういう時代のすらをレギュラーで見た人見てたから、俺が二軍監督やったり、バッティングコーチやった時にだこうちゃんとかみんな見ててよ、言えるようになったのはお前らライオンを追いかけてきたら今その捻挫で逃げねえのか、いや逃げますって、じゃあやれって、お前その前の人らがお前もそんな面白いんですね。そうそうそう、俺今ライオンの話されたら、でも根本さんの話かと思って違う違う違うライオンにた来ても食べられちゃうと思う、うん、アキレス腱来たらまあ食べられるしかないだろうと、だったら休んでいいって、でその休んでいいとか出ていいっていう話がしてる方が本当はおかしいぞと、試合出れてんだぞみたいな。だから前こうちゃんも俺、まあ、辻さんとかもその当時ねこう休まなかったじゃん、休まなかった、あの時はね、まあ、一番はね危機感持ってるんだよ、持ってるよね、あったあった、でみんなねレギュラー何年も4年も5年もこう張っててもね、ずっといつもね危機感持ってた人たちだ ね自分が特にだからまた下にデーブがいたりとかさ、他にバーっているわけよ、あの頃のファームは打つだけなら、打つだけいっぱいだからね、だから自分が怪我してでその若い人たちが出てって活躍すると自分が戻ってこれないとか、そういうんじゃないかというんで、だからその危機感をね辻さんとかも西野と話してもみんな持ってたよねっていう、トレーナー室行って例えば捻挫してこうやってタイピングしねやってたら、俺もよう石毛さんに言われたけど、まさかお前それで出ないつもりないんだとかって言われて、出ますよとかって で言うのよ。でこの石毛さんとか辻さんとか仲やってたら、まさか出ないわけでしょって言ったら出るわとかっていうのがね、お互いにこうチームの中であったね。少々の野手はね、ピッチャーはねやっぱり肩肘って言ったら、まあ分からないところはあるからあれだけども、
もう野手は、まあ、俺の場合はまあそういう怪我しても投打コツでも出てた部分が、うん、できた部分があるのよ、うん、でそれでも自分のまともなこうやりたいことができないんだけども、うん、それをなんとかごまかしながら、うん、要は結果をどうやって出そうかなばっかり考えるじゃない、うん、その中でね、うん、だそういう工夫っていうのがさ結局引き出しっていうかさ、うんうね、バッティングの引き出しをいっぱい持ってるっていう、そういうことだね、体調悪い時でもこういうタイミング取ったりとか、うん、こういう考え方でこういう動かしはそういろんなことがこうでき、ね、やっとけばね、うん、いろんなことをこう考えて相手ピッチャーに対して、うん、あこれ打ちにくいんだよな、この球種が軌道がちょっと合わないんだよな、うん、自分とはじゃあちょっと変えていこうかなとか ね、うん、なるほどね、っていうのが嫌じゃない、うん、で意外と今の選手っていうのは自分のスタイルでができなかったら大体、うん、休むんだよ、 そうだよ、ね、だからそれがやっぱ経験しないとな、うん、それはある程度ね、うん、だからその時はしんどいのよ、だから俺人生で、うん、あの水銀の体温計の時代だけどさ、うん、40度を超えたのはこうちゃんしか見たことないの、その時にこうちゃん、え休んだ方がいいんじゃないのって言ったら、今と同じこと言ってた、うん、俺が休んでも誰か出てさ、そいつがホームラン打ったらもう俺出れねえだろって、うん、俺は思わないぞって言われて、あ、ね、40度でも人間って野球できるんだって思ったまあ大体でも、まあ無理なものは無理なのよ、うん、それ自分の判断じゃん、うん、確かにね、でもチャレンジすることはできるじゃん、うん、そう確かにチャレンジして、あやっぱりダメだなと思ってば、うん、それはもう自分で諦めつくけども、うん、だから俺さ、俺今のソフトバンクってさ、俺負ける方がおかしいと思ってんの、2年連続2位なんてもありえないチームなわけ、それって、うん、王会長が大変の時にこうちゃんもいてさ、うん、球をぶつけられても耐えた時代でやっぱり強く当たったり選手に知った激励をしたって噂だけしか知らないよ、うんうんうん、いや知ってたよ、ね、知ってたよ、知るけどでだからよう耐えてたな、うん、まあ城島とか井口とか、うん、まあね延彦と国母とか、うん、柴原とかああいう若い連中が入ってきてさ、うん、まあ多分、まあ、でもみんな大学出たから、うん、大学で多分怒られた部分もあったかもしれないけど、うん、でまたその当時はね、うん、でもよう耐えてたなとかっていうぐらいで大会ちゃんね、大会ちゃんのねえぐいらしいじゃん、そうそう、俺まあ、番組でも言ったことあるから会長も知ってるんですまあそれぐらい厳しかったんで、ね、もう1日3回ミーティングあるから ね、3回ぐらいもうずっとガーって怒ってるから、すごかったらしいよねでも多分あいつらは多分それでもやっぱ乗り越えてきたんで、うん、やっぱ強いよ ね、 強いよね、精神的にはね、うん、長嶋監督とは全く別な監督像だった、うん、あ俺長嶋さんねはあんまりよくわかんないけども、あの温厚な感じは全く、うん襟を向けると、あだってさ、巨人と例えばヤクルトとの OB 戦みたいな、阪神と OB 戦やるでしょ、うんうん、王会長それで負けんのも嫌なんだからOB 戦だよ、いやだから王会長ぐらいで負けず嫌いな人はまずいない俺の中にはない、やっぱそんだけがあるからあんだけの成績に残したと、こうちゃんは言われなかったでしょ、まあ、大ベテランだったじゃん、大英行って王会長の下でやってる時は、いや全員だからね、あ全員がブワーって行くわけ、そうよ、あ全体ミーティングだよ、それを3回目やんの、うん、練習前さあ行くぞって全員で行こうってね、行く試合前、はいはい、で試合終わってから、それも劣化のごとくその劣化のごとく怒ってるっていうことはよく聞いてる、うん、お前ら勝手だどんどんブリブリだって言ったと思ったら、なんか次のミーティングの時には、うん、なんでお前ブリブリ言ってんだってなったのか、例えばね、だからいやあの試合の中でね、大川ちゃんの、ね、監督用事はね、うん、もう一番ベンチの前にこうね、うん、足かけて、うん、グラウンドでこうやって俺は見てる方だから、うん、例えば信彦とか国分とかがさ、うん、ってファス、ね、まっすぐを見逃しとけ、うん、うん、ってこうやってね、でねなんで打たないんだとか、大会長ズーンってなるんだ、あとタイミング自分取ってるからねタイミングねこうやってって自分でも打つタイミングなんだね、うん、打てたのにってもうそれぐらいやっぱ入ってるんだよ、まあまあ他の選手が若いからみんな見てなかったと思うけど、分かんないけど、俺はずっとこうやって試合見ながらこっちにね会場がこうやってもう単独こうやって足とかっててってこうやって見てんじゃん、こっちもこっちも、うんうん、したらこうやってタイミング取りながらこうやってるんで
で、あれはやっぱね、やっぱすげえなと思って、なんで歌わないんだだから俺、本当あの、こうちゃんがあれヘッドコーチ会場の下でやってる時、うん、練習場貸し貸せって言った時あるんじゃない、うん、そしたら、監督に言うよって言って、うん、おー、使え使えって言うわ、その、うん、オーバーがびっしびし押さえてたわけよ、うん、俺、ラストセーブでやる時、うん、で、俺、メモ持って会場のとこ行って、うん、デブな、そうだ、そんな平気で行って、西武球場とか行くじゃない、ホークスが練習してますしたら練習場の、ね、ネットの裏側に2人で大会場とこうやって見ながらねずっとこうやってああだこうだ言ってんのねあ今まあ OKOK なとかって言ってんのよそしたらデブがひょ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 って来て挨拶来るわけよでもうビジターの練習だってもう野球の野球でバッティング談義だよな、うん、そうデブがパパッとこうやってあなんとかなんとかとかって言い出したら大会ちゃんもやっぱりね野球大好きだからもうチーム関係ないのよでああだこうだこうだこうだって言ったらデブがいきなりタッてここから、ね、メモ調子で言ってよし今日のミーティングで言おう王監督が言ってた秋山さんが言ってたとかつってここでミーティングで言おうと秋山こうちゃんはタイミングはその歩くスピードでいいって言ってたとかさこれを今日のミーティングで言おうとかってずっとねずっとねデブが言ってで次の日にこの2人がすごいのはオーバーをべった打ちした次の日なんだけど君らはすごいなって監督も言ってくれてでこうちゃんもお前いい加減しろよお前でテーマもうそういうのうまかったな得意だったねそうそうそう俺にも用でよかったもんなこういうバッターいるのどうしたらいいのとかピッチャーどうやって打たしてんのこうちゃんとかさどういう練習させた方がいいどういう練習させた二軍の監督って 何やればいいみたいなまあでもそれ、うん、なんだろうな野球人なのかな、まあ、大川ちゃんもそうやってこうね他の人がこうやって来たら絶対バーってもうちゃんとやっぱぶち当たってこうやって言ってくるじゃん本気でねでも俺も意外とそういうとこあるじゃない誰俺も、うん、ゴーちゃんもねだから他のチーム俺監督してるじゃん、うん、他のチームのやつがこうやって来て今どうなってますどうなってますって多分聞くに来るんだよ、うん、で俺があだこうだっつってこうやって言うってね教えちゃうのね教えちゃうのねテーマだけどそして、まあ、聞かれるよ ね試合で打つんだよ打つんだヘッドコーチがもう監督いい加減にやめてくださいそりゃそうだよねでも俺から言うと調子があんまり良くないのに、うん、あの言ってすぐ変わる人っていうのは、まあ、元をしっかり持ってる人だから、うん、形がある人、うん、でもね調子が悪いんだよでもそれをねちゃんとこう抑えきれないうちのピッチャーがねバッテリーがねよくねなるほどまあまあだからもうこうちゃんもさそのチームもそうだけど、うん、野球界じゃないそういう若い子たちに悩んでる姿見たくないじゃないですか頭下げてきてそう来てんだからね、うん、で来るんで相手監督とこにであまあそこにはね、まあ、頭を下げてってねこうどうですかっつって教えてくださいって言うんだからやっぱそこに嘘は教えられないからねもっと悪く言えないしねそうそうでそれでちゃんとまあ教えてまあ結局いいピッチャーもいいバッターもやっぱいい選手とこう当たってそれをこう、うん、なんとかしようなんとかしよう、ね、なんとかしようってしてこう、ね、レベルが上がってくるんで。それから言うとやっぱ日本の野球界考えたら、うん、やっぱりどんどんね野球人ってやっぱり短いじゃんそうね確かに、うん、だったら平均すれば8年ぐらいだからね、うん、だからそったらどん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 やっぱりね、うん、そういう人たちがレベル上がっていって、うん、そしたらまたこう野球界のレベルも上がってくるしで、ねうん、俺本当だからさっき途中になったけどさ、うん、今ソフトバンクがこんだけっていうのは、うん、王会長がそういう厳しい時代があって、うん、でこうちゃんが二軍監督の時、うん、まずやっぱ練習量としてはすごい量やってたのねキャンプも行った時にすごかったねだからそれが今のソフトバンクなんだけど柳田なんかひょろひょろでさこうちゃんが二軍監督じゃなかったですかいや柳田はもう一軍に上がってから上がってた、うん、あのこんな細い子がいやまあ細くはなかったんだけど無茶振りまあ今でも無茶振りっぽく見えるんだけど、うん、形がない無茶振りだったんで、うん、その頃はね、うん、思い出した自分がこう形のないホームラン狙いの時とダブったのあるんですか振れるんでね、うん、振り切るっていうか、うんうん、アンプリできるって魅力ね何が来たらバーンいけるわけじゃないですか、うん、まず振れないといけないんで、うんで触れることが一番大事でじゃあその後にどうやって形を作っていく、うんうん、タイミングを全部がこうバラバラになりながら振ってるのか、うんうん、リズムを取ってこうバランスよく振り切っちゃうのかっていうのを教え込めばいいんでね、うんうんまあ、まず触れない人に、ね、いくら形すると余計今度は
固まって振れなくなっちゃうんで、うん、だまずは形なくてもいいね、振れ切れた方がいい、ね、なるほどね、まずはね、まず形なくてね、うん、あんまり形振れない人に形ばっかりすると時計にこう意識してもっと振れなくなってしまうんで、うん、まず振り切ることが一番大事、まずはね、うん、だからまあ振れることが一番大事、まあ、そういう選手がやっぱりでも多かったんだよ、うん、だから小野川選手の時でもやっぱ国分にしても松中城島でも井口とかね、まあ、そういうこう柴原だったとかさ、うん、若いのが入ってきてあいつはよう練習したからね、うん、うん、まあ小野場合はキャプテンだったから、だから俺がもうやっぱ先輩見てるんで、だから俺がね、コーチャーなんか西武に行って帰れねえから俺らキャンプに帰れないって帰れなと思ってるけど、まああいつだともうねたまに会ったらあれだけども、番組の中でするけどもだから俺が帰らないでずっと練習してるんで、帰れだからなんか帰れなくて練習するっていうそれが習慣になっちゃって、それがそうそうそう、うん、だからでもそれがやって結果が出なかったら大変ね、逃げてやめちゃうんだけども、うん、やっぱ練習いっぱいやって結果が出るんで、あやっぱり練習しないといい結果は出ないんだっていうのをね、うん、思い込んじゃってから、まあそれをまたこう若い人たちがずっと見てる、まあそういう感じで、まあ今のホークスなんかっていうのはね、まあ練習量は半端ないね、まあ、コーチが言わなくてもやってるもんね、あの子ら、うん、やっぱ見てるんでね、まあ俺の二軍監督の時はもうまあやらせたね、ねえ、俺は編成でさコーチのとこ行ったんだけどさ、あの試合もの引きっていうか、うん、試合はたまたま練習の中にある2時間半ぐらいのこう試合形式みたいなものでさ、いや、あのその中試すところだね、あ練習2軍っていうのはまあいろんな連中がいるのよ、1軍からこうね調整で来るっていうか、うん、まあ、調子悪くてこう来る人もいりゃ、うん、高校大学社会人から入ってきて1年目のよ、うん、まだまだ体もできてないやつも、ね、まあまあ赤ちゃんじゃないけど、まあ、まだねそういう人たちもいたり怪我してる人たちもいたりとかする、うん、いろんな連中がいるんだけども、うん、そこはもうやっぱり基本的にやっぱこういい状態に持っていくのと、うん、で成長させるところなんだよね、うん、二軍って、まあ、体力的な部分も含めて、うん、で試合っていうのはもう本当だから、その練習をしたのをが今やってることがその対相手で結果として出せるかどうかっていう、うん、人作業成長段階の部分なんで、うん、だから試合がメインじゃないのよ、うん、そうだったね、うん、メインじゃないの、やっぱ練習しないと、野球何でもスポーツってやっぱり練習しないと技術は身につかないし ね、 そうだね、ただその練習の中でも意識してやるのか、ただやってんのかでもまた変わっちゃうし、全然違うんで、うん、だからそれをこう徹底して意識させながら練習量を増やしていくという、確かに若いうちは、うん、まあ、特にやってるのは若い連中だけども、うん、若いやつは一晩寝たらねすぐ元気なんだよこんなになっててもね、疲れて。だからゴーちゃんと試合終わって、うん、まあ、ウエスタンリーグをメインで見てたけど、試合終わった瞬間にもうゲージとかさ、うん、練習の用意のが先行くもんね、うん、ミーティング軽くやる、もうやるもんだと思って用意してくれるあれは一番早かったね、全あの球団で。ああ、練習に入るその姿勢は、だからもう試合で終わって終わりじゃないからね、そうそうそう、もう選手も当たり前のようにね、もう決まってるからね、だから下みんな周りの人がすぐ用意してくれるんでね、うん、終わった瞬間に、ね、それが今度コーチャン一軍監督、まあやるのも俺らなんか思ってたし、コーチャンも、うん、このまま行ってヘッドコーチやったわけじゃないですか、二軍から、うん、まあまあ、まあ会長がね手伝いとかって、俺も二軍の方が楽しかったんだけど、あ若い子そう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 、やっぱり一軍っていうのはどっちかって言ったら結果の世界に、確かにね、結果で評価される場所なんで、まあでも、ね、確かに二軍楽しかったな俺も、二軍の方はもうね若い人たちと一緒にこう動いて成長がすげえ見えるんだよ、うん、確かに、一軍は結果でまあまあやっぱり相手のレベルも高いんですぐこう結果が出るかってなかなか出にくいところだけども、二軍の成長はやっぱりね、やっぱ早いのよ、うん、ここまである程度レベルまで行く、ここだから、うん、まだ言うねん、とんでもないミスをしないやつが、早いね、こっから先はもっと大変なんだけど、うん、確かに、だからそれ見てるのは面白かったしね、うん、一応の監督やって何か何年やったんでしたっけ、5年、監督何年やったっけな、なんて思い出せんの5年、6年か、6年で3回か4回優勝したんでしたっけ、3回リーグ優勝して2回ぐらいかな、日本一すごいね、監督像ってね、今いっぱいね監督いるけども、人それぞれ違うじゃん、うん、まあ2軍の監督と1軍の監督は全く違うじゃん、うん、で野球監督どういう監督目指すかっていうのはやっぱりその人その人でやっぱ全然違う、うん、でも当然俺もだから違うね、うん、まあ大会長も違ったの、うん、だからまあ監督そうだな、
受けた時はまずどうするかなとかっていうとこからね、監督どうやるべきかなと、うん、いうとこからスタートだね。うーん、最初どう思ったの監督像、自分では確かに2軍とは全然違うんです勝てばいい世界に行くって、うん、まあ、楽っちゃ楽だけど、こんなにきついこともないじゃないですか、かん、まあそうね、育てるのはいらないわけじゃないですか、簡単に勝てばいいみたいな世界に行くんだけど、うん、でも育てなきゃいけない選手もいるしとかなる中に、うん、こうちゃんのそのどういう、じゃどういう監督になろうとしたんですか、なった時まずね、一軍の監督は何を目指すか、優勝なのよ、うん、結果だから、うん、日本一よ、確かに、で日本一目指す前にまたリーグ優勝した方が、うん、まあ、当然そのシステム的には日本シリーズ出る可能性が高いんで、うん、でじゃあ日本一になるためには一人自分だけじゃないからね、うん、選手って意外とこうまず自分のことをしか考えね、うん、マックスに出せればいいって、うん、やっぱチームなんで、うん、チームとしてではどうやっていくかと、うん、そこにはコーチもいやね、うん、1、2軍もあります、まず選手ありきだし、うん、だからやはりチームとして勝つためにってことを考えて、うん、で自分の戦力はどうなんだと、うん、まあまあ試合する前にもうまずだから自分のところのやっぱり選手をしか把握 しなきゃいけない、うん、でどうやって1年間戦うかとか、うん、ピッチャーも含め野手も含めて、うん、でそれで足りないとこ成長の部分っていう部分もあるけども、足りない部分はどうすればいいかな、補う部分とかって、外国人だったりとか、FA だったりとか、うん、で、それでこう、まず下準備 していくよね、うんうん。あとは順番的にはどうかな。そうかな。まず受けてからはまずそこの部分でしょ、うん、で、コーチ編成からして、で、まずコーチの人たちにやっぱりこう、うん、まあ、コーチ会議は最初からね、うん、で、まあ、優勝狙っていくと。うん、まあ、監督はだから旗持ちだと思ってるから、うんうん、優勝を目指すと、うん、でだからそうコーチの人たちもそのつもりでやってもらうことが大事、うん、でコーチの人たちには監督よりも選手と一番身近に接してる人間なんで、だから要は何でもこう話せる状態にしてもらいたいと、うん、怒ることも褒めることも含めて、うん、なるほど、でそれをまずやってもらうのと、あとは自分はピッチングコーチだから野手とかバッターとかね守備とかなんとかっていうのはね分かりませんよっていうのは困ると。なるほど。コーチの人たちも勉強してもらって、なるほど、いつでも監督できるように、自分だったらもう特に自分はもうチーム内でディスカッションをしっかりやってくださいと、うん、だから疑問に思う、だからコーチ会、まあ、まず、ね、試合終わってからコーチの人にこうやって話したりとかやっぱするん で、うん、でそこでだからこうピッチャーの例えば牽制が悪いとか守備のあれが悪いとか、うん、それは別に野手のこうね、守備コーチでもどんどん言ってほしい、確かに ね、でそれでできなかったら感覚外っていうなんか変なねそう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 あるけど、そうじゃないもんね、そうそうそう、うん、だからその部分をしっかりやってほしい、だから疑問に思うことはどんどんコーチ内の中でも話してくださいと、でその中で分からない結論が出ないんだったらもう来てくださいとか、うん、だからもうその部分と、あとは 1,2,3 軍の縦の部分っていうか、うん、バッティングコーチ、この選手は例えば3軍、まあ、将来こういうふうに、うん、でも3軍でのはこういう教え方、2軍ではこういう教え方、1軍ではそのこういう教え方で、選手が迷うのが一番困るみたいな、うん、確かにね、最悪っすよね、打ち方が全部変わってくる、3軍じゃ短く持って2軍じゃ長く持って1軍じゃまた長く持ってじゃね、でその部分は一番困るんで、いつもその縦の各担当コーチがしっかり話し合って、うん、その選手のことをしっかり見とくと、3軍か2軍に行ってました、うん、2軍か1軍に来ました、それ全部分かってますと、今なんかっていうのも今の時代はね、もう iPad でソフトバンクなんかもう早かったんでね、うん、iPad でもう全部、うん、試合が全部で入ってくる、うん、DA に帰って見れるんだ iPad で、全部見えるよ、はあ、もう前からというか、まあ、それはまあ球団として本社がね、そのIT 関係なんで、うん、もう iPad なんかでも全部そういうの全部、うん、データ入れてくれてね、映像もで本社から来て、はあ、全部その部門があるんで、はあ、だから全部が全部見えるね、監督の時はもう2軍の試合やってる時はもう全部これで全部こう見てチェックできるんで、今状態がどういう状態って、へー、すごいな、だからまあそういうことからスタートしていく、うん、でまあキャンプに入っていって、まあ俺の中には結局怪我はもうつきものなん で、うん、でそのチームのね、戦力が怪我によって落ちることがないように、うん、必ず1チームに1つのポジションに2人っていうのを必ず作る、うん、なるほど、なるほど、だからレベルが高いからレギュラーなんだけども、うん、もう一つこっちの方がいるんだったら、これ当然ここレベルをどっちを行くかっていうか、こっちよりもこっちの方をレベル上げさせることを優先的に考えて、ソフトバンクの方が3チームなんだよ、1軍2軍3軍って、うん、だいぶ古い時代からあったんだね、あれ、じゃあ
結局、まあ、球団がさ、うん、あのすごく資金がある人とか、うん、その面倒見る施設があったりとかすると、うん、こう3軍で選手っていうのは集めれるんだけども、うん、まあ、考え方としてはさ、うん、外国人わけわかんないのに2億3億とか出していくんだったら200万ぐらいでね、あの育成なんかも十分、うん、そう可能性のある人たちにチャンスを与えれるわけ、ね、100人取れるんじゃないかみたいな、うん、まあ、そのための施設も必要だけあるけども、でもその分十分できる、そういう考え方をやっぱ持ってもらわないとね、球団が。でもそれは、こうちゃんの意思と球団はマッチしてたわけでしょ、うん、そうそうそう、それはもう全然もう大会長もそういう感覚があるんで、うん、でまあ、そういう感覚で3軍までっていうのがあるし、まあ、まあその中の方が要確率が高くなったりとかするじゃん、いい選手のね、うん、そうだね、うん、だからそういうのでこういきました、まあ、2軍、まあ、それでキャンプに入っていって、まあまあレベルアップだね、だから俺もだ監督だから教えませんじゃなくて、俺はもう自分どんどん動くし教えるし、うん、やってたね、試合が始まればもうね監督なんだけども、うん、なるほど、試合始まった監督だけど、まあ、いろんな取りまとめた決定権、決定することやるけど、ただキャンプとか練習の時はもう一教えれる側の人間としてコーチをやってたってこと。そうです、コーチング、コーチング、コーチング。だから俺全部動くよ、動いてたね、よく、うん、だから試合も始まったら俺はもう戦なんだ、試合を動かすと、勝つためにどうするかとしか考えてないので、でもそれまでは俺はコーチングする、もうそれはずっとそう。まだ動けたしね、あのバッティング、俺さ動けるんじゃなくて、西武の俺が2008年に俺が勝ったけど、こうちゃん俺外野走ってたの、スタンドした、こうちゃんが打席、おお、あれこうちゃん打席立ったぞと思ったら放り込んでたもんね、福岡ドームで、そうです、素手でた普通にちょっと投げろみたいな、ポン、おお、そう、たまにミスとかないと、ミスとかないとね、だから投げるんでも、うん、まあ、全然投げたね、100メーターでも、はぁ、だから2軍なんかも、2軍監督もそうだけど、1軍監督になった時もね、結局何もしないじゃん、練習。でも結局年取ってもまあまあトレーニングはちょこっとしてたけど、練習しなくても一回こう身についたものはできるんだよっていうのを、テクニックってあるんだよっていうのをたまに1軍でもやっぱ見せとかないと、その意図が年取った人はできねえとかって出て思う。おじいちゃんみたいになっちゃうまだ50ぐらいなのね、だそれをすごいなとかね、やっぱ見せてたもんね、あれ。そう、だから中段まで掘り込んでたから、見せるためやってんで、あれはだからテクニックなんで、技術じゃん。で技術といえば身につけたもんってなかなかそんな落ちねえんで、しかも努力で掴んだからねいやもう体に覚え込ませたからね、そこまでやっぱり練習で覚え込ませちゃったんで、うん、まあまあそれはそういう感じでまあ見せた分ね、その部分は。あとそうはなんだから試合入ったらもう、あとはね、コーチ、まあやっぱどうだろう、難しいのはピッチャーかな、ピッチャーの使い方がやっぱ一番難しかったかな。だからもうシミュレーションで中継ぎ、特に中継ぎの人たちが負担が一番多いんで、だからシミュレーションはね必ず試合前にやるね。こうちゃん何列島まで、あの中継ぎなら8試合のじゃ何列島までやらせたタイプですか、許したタイプ。3連投、でも球数が、もうその1イニング投げたその試合の球数と、球数と、あとはイニングよりもね、トレーナーの判断と、あと試合で自分で見て、そのピッチャーのマックスっていうのが分かるんで、俺見ることが結構得意なのよ、ピッチャーが今調子いいなとかね、バランスいいなとか、頭の質がああいいなとか、ああ下手ってるな、いい時はこうだけど、下手ってくるとこういう球になって質とか、でそれをで判断する、あとはそういう情報的なものだな、あとはその話して、その選手の普段の受け答え、あ、これ本当は大丈夫かって言って、大丈夫ですって言ってるけど、お前疲れてんだろその感じはっていう感じ、話してもやっぱトーンが変わってきたりとか、動きとか見ていくと、で集中してるかしてないかとか、そういうの見て、なんか次長っていうのはやっぱりこうポンと練習そのままブーペンで投げてサッといった方がいいわけよ、順番とする、なるほど、それが長くなればアウトじゃん、確かに、ま、そう回相手作って、相手また入って作って、あれもアウトだもんね、そういうあれはない、なんか先言っといてやって、これこう出たらもう行くぞとか指示を出して、趣味してるからね、うん、だからここで、あ、もう何人、じゃあここで、はい、ここを作って、じゃあここ通り過ぎたら次はここっつって、うん、違うのにして、それがこう大体回ってとこ行くと、でも試合展開なんで、ちょっと変わってくるときがある、そうだったら早めにもうブーペンの方に言っといてやってね、電話すって、でここをこうって高山さんとかってこうなったかもしれんから、ここの準備だけしてとかっつって、気持ち切らさないとかっていうのをこうシミュレーション、
と並行にしてやってくる。大変やったよね、ピッチングコーチ1回。うん、やったよ。ねえ。ルーパーで入った。大変とこうちゃんと呼ぶね。そんなの。大変思い出したよ。なんで呼んだの、大変を。大変、ちょっとやってみるかみたいな。いや、大変にとっても、まあまあ、ちょ同年代が高山あったから。うん、だから、結局、こう気心をしてて、うん、でなおかつ角大元も台湾で監督しながら、うん、国の監督もしたでしょ、うん、やったで、ね、ピッチングコーチもやってる、うん、そういう部分もやってるんで、まあ、なおかつ自分もやってるし、うん、経験もあるんで、うん、まあ、そういう面では、ね、経験が豊富だし、うん、でまあ、大元にとっても日本でこうコーチするってことは、うん、またちょっと違うじゃん。そうだね、台湾の役とまた違うんだ。確かに大変の大さんにもなるしね。そういうこと。うん、そうそう、選手って分かんないじゃん。うん、確かに選手とコーチじゃ全然違うじゃん。確かに ね, ね。別の、うん、ユニも同じでも別の仕事ですからね。もうそうそうそう。全くやることが違う。うん、考え方も違うんで。違う違う。で、また台湾 の, その野球と日本の野球もまたちょっと違うんで。うん、だからそれはだから大変にとってもだから勉強になるし。うん、俺さ、コーチが監督、俺が楽天のバッティングコーチに戻ったじゃない、ね、うん、ユースで殴ったってクビになった後に1年半空いて、うん、俺あのまま一生も戻れない状態の報道だったじゃないですか、うん、もう僕も高知県民になったわけよ、うん、そしたら楽天がまあ声かけてくれて、で楽天のバッティングコーチで福岡ドーム行った時、あの頃まだイタルがいたの、小林イタルが、うん、で練習あずっと最後までいたよ、コーチの時ね、うん、でイタルが来て、こう初めてこうこの何テレビ的なもんで言うんだけど、イタルが来てくれて、もう担当直属 に言っていいですか、うん、何って言ったら、来年あの秋山監督の下でやってもらえませんかって言われて、うん、俺何やるのって言ったら、うん、いやもうヘッドで来てくれと、うん、あの時いや至る、いや俺さってなんでお前さっき声かけてくれなかったんだよって、うん、俺の生き様的にはやっぱりあの時助けてくれた球団が楽天になってると、うん、その親父だと、うん、本当は一番はこうちゃんとやりたいんだよと、うん、俺は中畑教師かこうちゃんと思ってるんだとお前至るちょっと惜しかったよなって言ったのがあって、うん、だそれはこうちゃんとずっと付き合ってたからこうちゃんの考え方も分かるし、うん、今こんだけの話をしたのは本当35年間で初めてだけど、そうお前、まあ、野球の話ってあんまりほとんどしないまあグラウンド上で聞くとちゃんとこう一言がこうちゃんタイミングどうやって取らす、1時の3でいいんか、だから歩くタイミングだよとか、メモも俺ずっと取ってあるんだけど、そういうこうちゃんのが今そのそんだけの考えを持ってる人が、そのただゴルフを趣味でやってんじゃもったいないんだよね。なんでゴルフ、お前ゴルフかい。ゴルフもね、でもね、今はね、いろんなこと考えながらやるから。いや、お前今野球界で真剣にやったらコーチは一番うまいぞと。何がゴルフ。ゴルフが。うまくねえよ。いやいやいや、だから、ただそ、まあ、明日もゴルフじゃない。俺の中ではこのコーチャに会いに来れたっていうのがメインで、久しぶりにコーチャのケアだっけかな、どっか。どっか回ったのが最後なの。俺もね、あ、覚えてなかったんだよ。そうでしょ。うん、で昨日音というかな、ね、打ちっぱなし行ったら、うん、インストラクターが言ってて、いや一緒に回りましたよ、回ってんの僕も。あ、その人も、うん、じゃ一緒だったんだ、うん、あのクイーンズかなんか、ね、あ、そうクイーンズ、うん、インター降りてすぐのとこ、そうそう、あそこで回ってんの、うん、あ、そうかっつって、あれってさ、こうちゃんがカニグー監督になる前の年の秋ぐらいなはずなのよ。うん、だから俺42、3の時多分で、俺あの時も嬉しかったんだけど、コーチは忘れてるか覚えてるか分かんないんだけど、うん、デーブお前俺リング監督やんだけどさ、うん、興味ないって言われたことがあるの、全くなかったのだからまあ俺ね、ほんと今日は明日のゴルフがメインなんだけど、コーチャンにお願いは、まずコーチャンの監督をもう一回見たいんだよね、うん、ないと思うよ。いやいや、だからやるともうねまだ隠居するに早いのそんだけの練習量をさせれて、しかもその選手たちがその練習量のおかげで今はやれてるとか、井口にしても井口監督にしても、そういう話が仙台に来て飯食った時、秋山浩二という人間の話がこう出るんだけど、そういう人がさ、もう一回ユニフォーム着ないとつまんないんだよね。だからどっかの監督も断るしさ、断るかみたいな。いいんじゃない、良くないっつうか、もう今日はその交渉まで。いや、それは交渉ないんだよあのね、やっぱきちん、なもう監督にやろうって気ないですか。だってパワーがいるね。いるでしょ、もう分かるんですよ。あれはね、監督ってやっぱね、パワーがいる。えぐいっすね、命削ってますよね、うん、パワーすごい。あの仕事って24時間365日体制じゃないですか、うん、パワーがすごく必要だ、ね、あの、なんだろうね、勝ち負けの責任がさ、まあ、監督なんだけども、うんうん、それの前が
自分でこう消化できないときついな。そうなんだ、ね、自分はプレーできないしね。あの選手って自分でダメだったら自分で練習して納得させる部分ができるもん、ね、なんかね、やっぱりね、やっぱ人、まあまあみんながや、みんなでやってる部分の中でもやつをこう自分でこう感じなきゃいけないところなんで、まあかなりやっぱパワーいるんだろうなと思う。まあいろんなタイプいるのよ、あの監督さんでもね、歴代の監督さんでも。まあ野村さんとかいいよかったんだなとかって思う、なんか性に合ってたんだろうね。あのそうそう、あの楽しんでたなと。楽しんで、まあだからね、そこまでね、親父ダンスやったり、ああいうグラウンドの余裕ないよ、うん、ないんだけど、だから本当だからね、あそこまで行くっていうのは、まあ、やっぱ違うんだろうなとかね。ヤクルトの時のね、大谷選手の時の監督像と阪神時代と楽天時代の、ね、野間さんって言ったけど、うん、全部違うけども、うん、まあそこまで最後のあの辺まで行けたらいいなとか思うけども、なかなかないね、俺は無理だもんね。いや、なんかないかな、懲りたって言うと言葉変だけど、監督やっても懲りたっていうか、こう疲れたっていうのが、だから楽しめないで、俺なんかたった1年だけど、全く楽しめないで終わったのね、うん、野村さん毎年楽しそうじゃない。野村監督だから、うん、コウちゃんも小タイプなんだね、コウちゃんはね。しんどそうだったもんね。しんどいね、やっぱこう共有しちゃってるから、うん、だからこうピッチャーが、あー今 大変なんだろうなとか、あ今多分苦しみながらこうやってね、こうやっていろんなこと考えながら投げてる、そういうのが分かるんでね、うん、ピッチャーもやってたしね、また だからなんかね、こう見えるのよ、調子いい時とか、あの仕草が、あれじゃ、あの仕草は普段ないなとかね、表情とかね、だからそういうのがね分かりすぎちゃって、疲れちゃう、鈍感だったりね。鈍感じゃないもんな、こうしかも繊細だしな、でウヤーって言うタイプじゃないしさ、ワトは言わんね。だからワトはまあだから、でも怒る、うん、怒ることはないけど、でも話すことはあるね。いや話すけど、うん、ウヤーって言って発散もう死んだ星野の星野監督さ、ね、たまに、ね、テクニックとしてテクニックなのがいいけど、うん、ガーンってすることあるよ。あ、そう？俺は見たことない。コーチの、いやいや、監督時代、監督時代ね、気合い入れるために、それとも自分のストレスを発散するために。あんま発散はしないから関係ないよね、うん、ちょっとかましだ場面で、あの秋山怒ったみたいな、あの秋山監督怒ったぞみたいな。いや、まあ半分は怒ってるかもしれないよ、まずは怒ってるからな。でもどっか発散をしなきゃいかんからね、まあでもそれ何も考えないで発散してるあれじゃね、迷惑かけるだけだ。ただのコウちゃんがやってくれ、やろうよ、もう一回コウちゃんが。だから、まあ、それも縁だし、例えば縁だから、まあ縁も縁だけど、タイミングだよ、タイミング、タイミングもあると思うし。俺はね、もう一回ね、自分が、俺もやっぱコーチでももうきついと思ってんの、うん、もう今の生活がこれ以上ない、お金はないのよ、うん、だからそうじゃなくて、こんなにこうフリーなストレスない、監督から見たらノーストレスなわけ、監督やった時から見たら、うん、もう全くストレスないの、うん、だけどやっぱ俺、その俺がコーチャーは監督旗持ちって言ったけど、俺はその旗持ちしてる人をこう見越しに乗せて運ぶのが好きなのよ。そこでもう一回、まあ、今53だから、もう一回60までに、まあまあまあできるよ。いやいや、その監督じゃなくて、こうちゃんがやって俺が下でやってみたいっつうの、今日は頼むがやってっていうの、分かったよでいいのだから。嘘でもいいじゃん、俺の希望与えてくださいよ。いつも言うからこっちやりなよ、やんねえよみたいに、やるからさ。期待は持たせたくないから。いやいやいや、期待持っとくから俺は。いや、うん、まあまあ、うん、頑張ってくれ。おいおい。まあまあ、こうやってコロナでね、最初一回こうちゃん早めに来たかったけど、なかなかこうちゃんも東京来てないし、分かってたし、メインは。まあまあでもね、早く就職して ね、うん、また普通にこうみんな戻れば、ね、うん、できるようになれば、うん、一番いいと思う。まあ本当普通が一番なんでね。普通だね。うん、じゃあ楽しみです。今日はあれでした。あ、出した、どうも。